フロンテクーペは、かつて、鈴木自動車工業が製造、販売していた、軽自動車である。軽自動車規格がまだ 360cc だった。時代、1967年3月に、ホンダから N360 が発売されたことをきっかけに、軽自動車のパワー競争が勃発した。これに対抗すべく各メーカーからも、スポーティーでハイパワーなモデルが、次々と投入される中、 鈴木は1971年9月に3代目フロンテの派生モデルとして本モデルを発売した。ノーズを低く構え、フロントガラスを深く傾斜させ、三角窓を排したことにより、全体的に伸びやかなデザインとなり、車高も1 2 0 0ト、mm、ルと当時の軽自動車の中では最も低かった。エクステリアデザインは当初ジョルジェット・ジュージアーロに依頼していたが、 ジュージアーロが製作したのは、鈴木の意に反した車高の高いベルリーナにポルテであった。それを原案に、鈴木社内の若手デザイナー、内藤康弘がデザインし直したものが、最終的なデザインとして採用されている。インテリアでは、体型に合わせて 57mm まで、調節可能なチルト式ステアリングの採用や、シートも当時には、珍しいバケットタイプのシートが採用され、 運転席と助手席ともに前後スライド調整が可能であった。軽器類には独立単眼式の6連メーターが採用され、右から順に燃料系、速度系、回転系、水温系、電流系、時計と並んだ。時計はラリー等のスポーツ走行にも使用可能としたタイムリング、タイマーブザー付きという大変凝ったものであった。さらに天井には、 室内温度計付きのオーバーヘッドコンソールが装備された。デビュー当初は2人だけのクーペという宣伝フレーズで2シーターのみのラインナップであったが、市場の要望により後にリアシートを追加した2プラス2が登場し、2シーターモデルはその後カタログから消滅した。エンジンは水冷2ストローク直列3気筒の LC10 ワット型で、 これに3連キャブがおごられ、わずか 356cc の排気量から37馬力を発生した。これをリアに搭載して、後輪で駆動する RR 方式とすることで全50両配分は39.5対60.5、04加速は19秒47という瞬速ぶりを発揮した。また純正オプションとして競技用のパーツも多数用意され、 横転時に乗員を保護するためのロールバーやサポート機能をより強化したスポーツバケットシート、三点式、シートベルト、レーシングカーと同タイプのレザーステアリング、ヒールトゥが容易に行える形のスポーツペダル等、様々なパーツの選択が可能であった。このため、軽自動車では初の本格的なスポーツカーとして位置づけられる。歴代軽自動車のすべて、 三栄書房、ピアニッシモ14、ISBN 9兆7847億7962万1031。ありがとうございます。